どうも、めちゃめちゃメッセです。はい、ということでね、今日もやっていくんですけどね、今日はね、岩手県代表、はい、花巻東ね、はい、もうこれはね、なかなかね、強いチームです。はい、花巻東といえばもうね、大谷翔平選手の出身校でね、佐々木選手、菊池雄星選手ね、もう伝統校ですよね。で、まあ、ここがね、まあ、岩手県で言ったらもうね、ほんまにここか盛岡大付属かって、ね、言われてるぐらいね、まあ、岩手県って名前のある高校で、がね、甲子園に帰ってくると。で、戦力分析ね、1、2、3、4、5、5段階評価ね、SABCD で、言うと、B ですね。はい。なかなかね、レベルのね、高いチームで、ほんまに、まずピッチャー陣がいいんですよね。このプロ注目のね、小松くん、これ149でね、ほんまに変化球もね、キレッキレですし、まっすぐのね、スピンがいいですよね。球のね、伸び方といいね。なんていうんですかね、やっぱまっすぐの、威力っていうのが、ほんまに感じれるね、ピッチャーなんですよね。で、その子、ね、この149の子より僕は、これ花巻東らしいなって思うのが、この背番号10の左のね、これ笠井くんっていうね、これがね、なかなか花巻東のね、今年てかこの甲子園でね、めちゃくちゃ武器ってよりか、めちゃくちゃなんて言うんですかね、相手からしたら嫌やろうなっていうピッチャーがこの笠井くんっていうね、左の137なんですけど、ものすごい技巧派です。はい、変化球といいね、振らされる球をね、ものすごい持ってるんですよね。で、右のこの142の田崎くんかな、3番でもいて、まあ、この3人かな、とりあえずは、結構掘ってるのはね、でやっぱこの特にね、背番号10のやっぱこの笠井くんがやっぱりややこしい存在になってきそうなんで、で打力はもうほんまに、めちゃくちゃいいです。はい、打撃がめちゃくちゃね、でやっぱ器用ですよね、花巻東。そのしっかりね、バントもできますし、ヒッティングも、やっぱ打球がね、やっぱそんなね、長打っていうよりかは、しっかり組織的に、動いてくるこの花巻東の野球っていうのは、めちゃくちゃややこしいね、チームやと思います。で、だからね、その監督さんのね、采配もね、結構いいんで、だからまあ、何がね、唯一ね、心配かっていうと、その、起用ミスなんですよね。だからこのピッチャーが豊富なんで、だからどこにね、誰を当てようかっていう時に、やっぱりこのね、笠井くんをどこで出すのか。で、やっぱこの小松くんのこの140ね、結構剛腕とやっぱこの技巧派をね、2枚持ってるっていうので、僕はね、当たるチームとか、やっぱ苦渋次第だね、だいぶ上位までね、食い込めると思うんで、だからこのね、笠井くんをできるだけ、いいバッターに当てるかっていうところなんですよ。だからこの小松くんとかはめちゃくちゃいいんですけど、小松くんとかが、だから逆に言えば名前のないチームに対して力投して、だから名前のないチームって言い方おかしいんですけど、だからこの小松くんとかは、それこそ札幌日大とか、白滝学園とかに、掘って、で、この笠井くんとかは、それこそね、広陵とか、智弁和歌山とか、桐蔭とかね、青森山田とかの時に、この笠井くんが掘っていく形になってくるんやろうなと。で、やっぱそうなってきたら面白いなと。だからね、どのチームとも、いい試合ってよりか、有利に、ね、試合をね、進めるような、投手のね、種類がね、またね、全然違うのを持ってるっていうのが、この花巻東のね、今年のね、強さかなと。ほんで、打撃陣も、ほんまに、だからやっぱりいろんなピッチャーがね、自分のチームにいるんで、そのピッチャーの種類分、やっぱね、目が慣れてるって言い方おかしいですけど、目がしっかりついてくるんで、だからこの花巻東は、なんか、相手チームからすると、めちゃくちゃね、嫌な、チームなのかなと思います。だから盛岡大付属もね、今年ね、めちゃくちゃ強いですし、やっぱりめちゃくちゃね、打線いい中で、やっぱね、3点で収まってるっていうのが、やっぱこの投手陣の、やっぱりほんまに硬さというか、
器用さっていうんですかね、ほんまに実力をね、示してるのかなと、思いました。ほんでやっぱりね、この左のね、やっぱこの137のこの技巧派のね、笠井くんがいることによって、次ね、この小松くんが出てきた時の球の威力とか、やっぱり目がね、全然ね、変わるんで、やっぱりその技巧派技巧派でね、本格派出て、ほんでその本格派が来た時にこの小松くんが、意外とね、まっすぐ重視でいくんじゃなくて変化球重視でね、いくと、やっぱりほんまにね、もう的がね、絞れない、手が出ないっていうね、もう最強のね、系統もできるんで、だからほんまにね、どっちが、誰に行くのか、だからね、そういう緩い、ボールを得意で、得意とね、しそうな、それこそ D ランク、C ランクの、評価のチームに対しては、多分ね、この右のね、田崎くんもね、この田崎くんっていうね、この3番手の子もね、試合作れますし、この小松くんをね、温存したいときとかね、あんまり投げさせないときにね、ここのね、系統とかをね、見られると思うんで、だからほんまにね、勝ち上がるに、なんていうんですかね、一発勝つ戦力とかも大事ですけど、長い目で見たときに、めちゃくちゃね、スタミナのあるね、チームなんで、だからこの花巻東はほんまに、戦略さえ、戦略のやり方さえね、間違えなければね、上の方に行くのかなと。でもやっぱりそのね、 A ランク S ランクに行かれへんのはなんでやねんっていうと、やっぱりね、なんて言い方をしたいんですかね、やっぱりこう、やっぱりこの打撃陣もいいんですけど、爆発力的なところに花巻東ってどうしても欠けてしまうんで、だからやっぱりこの A ランク S ランクのチームっていうのは、そこにね、やっぱ打撃がいいっていうところに、さらにね、ちょっとね、火力みたいなのがね、あるんで、だからやっぱその火力的なのをですね、示す試合とか、実力っていうのがなかったんで、だからそれこそ例に出すんですけど、青森山田とかって、やっぱりその打線に爆発力っていうのがあるじゃないですか。もう打ったら止まらへんみたいな。花巻東はそれがないんですよ。いいバッターめちゃくちゃ多いんですけど、チームとして、なんていうんですかね、単体でこう打って打ってなんですけど、それがね、ブーストタイムみたいな感じでバーってね、つながるようなね、打線じゃないっていうのが、ちょっとね、残念なところかなということで、ね、B ランクに落ちました。だからまあ桐蔭とかもね、やっぱりこう履正社の時の試合って火力でバーンって押したじゃないですか。だからこの火力のあるチームってめちゃくちゃ強いんで、今年の智弁和歌山もすごい火力があるじゃないですか。だからやっぱああいうチームになっていってほしいんで、だから今の段階で言うと、やっぱ花巻東の火力的なんがない、ただ試合に勝つのがうまいチームっていうのが、僕の中での、シビアな、評価かなと、まあ、なかなかね辛口ですけど、やっぱり僕はそう思うんで、だからそんなね、どちらかというと盛岡大付属の方が爆発力で言うと持ってたんですよ。だからまあ最後の、ね、試合はね不発のまま終わったんですけど、まあそのね、火力もね、やっぱり爆発ねさせられんかったら結局ね、一緒なんで、でもやっぱその爆発力があるチームってだけで、やっぱ相手チームはねものすごいね、攻め方とかやっぱりこうピッチャー陣はね、そういうチームってものすごい、ね、覇気を感じてピッチャーってねビビってしまうんで、だからそういうのもめちゃくちゃね一個ね、戦術ってよりか一個そのチームの特徴なんで、だから花巻東に対して、花巻東の打線に対してやっぱりそんなに神経質にならなくて、ね、いけると思うんで、だからピッチャーも比較的めちゃくちゃいいチームでね、めちゃくちゃねバッティングとかもね、いいんですけど、そのオーラっていうよりか、ピッチャーは比較的ね投げやすい相手になってくるのかなと、僕は個人的に思いました。めちゃくちゃ強いんですけど、それ以上に怖いもの、爆発力とかはない。花巻東のシビアなあれで言うと、ピッチャー力、投手力はもうめちゃくちゃいい。どのチームに当たっても、比較的ね、上まで行けるような、戦力はあるんですけど、ここ一番の、爆発力とか、そういうのがない。ただの試合運びがうまいだけっていうね、チームってことで、そんなに、ね、ピッチャー陣も恐れずどんどんね、テンポよくね、放っていける。だから逆に言うと相手ピッチャーはねリズムに乗せさせやすいね、チームやと思うんで、そこだけがねマイナスっていうことで、僕の中では B 評価止まりっていうことは、まあベスト30
2に行けたらいいなぐらいの、チーム。ベスト30にやったら1回勝った、2回勝てばいい、2回勝てたらいいなぐらいのね、チームかなと思いました。はい、ということで皆さんの意見はぜひコメント欄に。それでは、お疲れ。